新しい政治の形は、ハンガリーの環境主義、政党。日本語訳について、外務省では、新しい政治の形としているが、文献によっては、政治のもう一つの可能性としている場合もある。2009年2月に、環境保護団体ベードエジュレとの活動からを中心にして結成された。政治的立場は、リベラル左派で、環境保護にも、力点を置いており、 環境政党の国際組織であるグローバルグリーンズに加盟している。政策として環境保護を主軸に置いている。また、政治資金、政策決定過程の透明性確保、機械均等とローマ人、貧困層の社会的統合、地方の振興、規律ある経済と財政政策、民主的で持続可能なヨーロッパの統合推進を政策の柱としている。主な支持層は、 知識人や青年層、首都ブダペストの住民のほか、中道左派政党である、ハンガリー社会党の元支持者などである。結成直後に行われた9年6月の欧州、議会議員選挙では、人道党と選挙連合を結成2.61%の得票を得るに止まり、議席獲得はできなかったが、2010年4月に行われた総選挙では、 首都ブダペストを中心に前線、阻止条項である、得票率5%を突破して16議席を獲得した。しかし10月に行われた、統一地方選挙では、ブダペスト市長選挙で擁立した候補が惨敗、県議会議員選挙でもバラニア県とバーチキシュン県の各一議席に止まる、厳しい結果となった。選挙後には、決闘時からのメンバーで、先の地方選挙における、 市長選挙で LMP 公認候補として唯一当選した議員が離党と議員団からの離脱を表明した。2012年11月に行われた党大会では2014年総選挙方針としてバイ内前首相を中心とした左派系政治運動ともに2014年を含む現在国会で議席を有している政党とは選挙協力を行わないこと過去に首相を務めた。 政治家が率いる政権には参加しないことなどを決定した。この方針に反発した一部議員が、党内会派、ハンガリーのための対話を結成して、共に2014年など、多政党とオルバーン政権退陣に向けた対話を続けていく、胸の姿勢を示した。そして2013年1月の党大会でも、前年11月大会における方針が維持された、ことを受け、 PMP に参加していた議員らは、LMP からの離脱と、浸透結成を表明した。この結果、LMP は、分裂、議員数は15名から7名に減少し、国民議会において、単一政党が議員団を組織するために最低限、必要な12名を下回ったため、LMP としての議員団は消滅することとなった。しかし、国会憲法委員会は、同年六月、 LMP から5月に提出された再結成申請を認める決定を下した。また議員団結成要件を12名から3名に引き下げ、9月1日付での議員団再結成を許可したことにより、議員団が復活することになった。2014年4月に行われた議会選挙では、議席確保が危ぶまれたが、5.34%の得票を得て、 阻止条項をわずかに上回り議席確保に成功した。続く欧州議会議員選挙でも阻止条項をわずかに上回って一議席を獲得した。ありがとうございます。